聞きたいことがいっぱいあるっていうことで。そうなんですか。はい、100の質問、おお、モノマネしてください。湘南でーはい、というわけで、はい、後半戦です。はい、後半戦お願いします。鈴木に運転変わってもらって。そうですね、ゴリゴリ運転中っていうのを頑張ります。風邪をひいて一番最初にすることは、とにかく着込んで寝るってことでやります、ねはい、なるほど、汗かいて。とめめいはどうして生まれたのか。ノリなんですよもう大体のことをノリでやってるって話でうめいみたいな、うめめい、超うめい、超うめい、あ、超うめいが、なるほどなるほど。それもちょっと後付けなんじゃないかと説も。すずるくんがラーメン屋を出しました、はい、ラーメン屋の名前、すずるさん、うちのラーメン屋名前考えてください。そんな大役を、もしあえてこう本名でやるっていう。あ、なるほどね、なるほどね、はいはいはい、よくありますよね、最後の一文字だけひらがなにするとか、一文字だけ漢字にするみたいな。もしスナックを開くとしたら、スナックですか。スナックスするじゃないですかそのまんまスナックはもうスナックスするの方がいい感じしますけど、そういうのの方がやりたいかもしれない。ラーメン屋より多分クレヨンしんちゃんの新声優に選ばれました。うわ、俺がまさかの、はい、さて第一声は、おおーい、しんちゃんも実は好きで結構。あ、へえー、またずれ荘の回知ってますか。あ、わかんない。え、知らないですか。またずれって、はい、あれっすよ、もろだし共和国の言語、また割り語で愛っていう意味ですよ。漫画アクションでやってたっていうのもしかしたら、はい、サプライズを受けるとしたらどんなサプライズが。みんな集合みたいなのをされると多分俺泣くかもしれないです、はいはいはい、もしかしたら友達全員で、なるほど、黙っててみたいな、おめでとうみたいな何おめでとうか分かんないですけど。スル君が考えるオリジナルキラキラネーム。オリジナルキラキラネーム、何がいいかな。例えばですけど、一郎って書いて、太郎とか読ませたらキラキラネームになるんですかね。あ、そういうのってなんか普通の名前っぽいけど、キラキラネームじゃないですか、絶対。まあ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 、したら読まないから。そうですね、なるほどね。すするバンドで一番好きな曲は。俺はあの2曲目のラーメン屋がラーメン大国日本、このまま僕は一番好きでした。あの曲一番ドラム簡単なんですよ叩きながら歌いやすいっていうのもかなりありますね。好きな芸人さん誰ですか。ちょっとこの間までコンビやってたんですけど、解散しちゃって、今芸歴多分20年ぐらいですかね。もともとやってたコンビの名前が、なんとかねえと思う。あ、こんまに選手の、竹永さんっていう芸人さんがすごく、いや俺だった。いや、なんか丁寧に振ってくれてるなと思って振って違う人言うんかいみたいな。会いたい芸人さんで言うと今ザコシショウさんに会ってみたいと思うんですけど、芸人はみんな好きですからね、ザコシショウ。絶対そうっすよね。じゃあその理由は、前例がないっすよ、ね、あ、そうですね。そのセオリーが通用しないみたいな、はい、そういうところはやっぱすごいなと思います。好きな漫画は何ですか。コナン。あー、怪人。あ、福本信之の漫画も結構基本的に好きで見てます。 あとまあ、なんだろう、ハンター×ハンターとかも、見てますね、未だに。好きなシーン。好きなシーン、3つの刑事件とか知ってます。知らない。コナンのやつなんですけど、コナンが一番好きなサッカー選手が、ちょっと実は麻薬やってて殺人もやっちゃったみたいな、その時になんかそのコナンがすげえ本当悲しい表情で、なんか言うんですよ、達人と麻薬は人生でやっちゃいけねえファール、なるほど、みっともないレッドカードだよみたいな、はい、でその犯人も、はい、確かに合意の言う通りだみたいな、おとなしく警察に行くことにするよみたいな、シーンが読んでるってなるシーンかなと。カイジは俺、あの地道に行こうっていうシーンがすごい好きで、まあ、悪者の社長みたいなやつから麻雀で勝って、4億8000万買うんですけど、はい、でそんならもう認めませんみたいな、社長がめっちゃ狂っちゃって、まあでも何言ってもダメだから、カイジが、なあ社長、地道に行こうって言ったら4億8000万奪っといて地道に行こうってみたいな、すごい好きなシーンですね、はい、自分を分析してみてください。他人、他の人怖いんですよ。あんまりこう深く付き合うのが怖いというか。ああ、本当ですか。なるべくこう深入りしすぎないようにするんですけど、それが逆になんか怖いと思われることがあるらしくて、ドライだみたいなっていうのがあるらしくて困ってますね。いやでも人当たりですよね、まあ、絶対あの嫌なやつではないだろうなっていうのはありますよね、まあ、優し
し、そうですし、そうですね、まあすするさん、はい、トリプルアクセルに言葉をかけるとしたら何て言葉をかけますか。ちゃんと休みとか取った方がいいよこの間ワールドカップありましたけど、はい、どうすか。どうすか、まあもう日本負けてから、うん、まあ、全く見てないけど、元からそんな僕見てなかったんで、あそう、まあ、結果だけは見てましたけど、はい、今年のプロ野球、はい、どうすか。いやそうなんですよ、はい、今年に入って見なくなっちゃって全然、あんま見てないし、忙しいからね。新球団構想とかあったりするじゃないですか。これ18チーム構想があるみたいな、なんかその四国に1球団、北陸に1球団、なんか沖縄、台湾に1球団とか、もしすする君が球団持つとしたら、どうですか。四国ってすげえいいですね。あドカベン分かりますか。スーパースターズ編っていうのがあって、そのドカベンの高校の時のメンバーとかで、はい、もうなんかオールスターチームみたいなの作って、そのスーパースターズと戦うチームで、はい、四国アイアンドックスっていうチームがあるんですよ、はい、そのチームが粒揃いなチームで、なんか地方でそういう結構粒揃いな選手がいっぱいいる、まあ、広島とかもそうじゃないですか、はいはい、そういうチームが作れるのはすごいいいと思いますよね。なるほど。すする君が自分にしこ名をつけるとしたら、しこ名いわき山とか地元にいわきさんっていう山があって、あなるほど、そこから、そこから会社でしたね。結構ありますよね。いわき山が横綱に昇進しました、はい、その時の工場の四文字熟語、明鏡止水僕は明鏡止水っていう言葉が好きなの意味はもともと知らなくて、はい、明鏡止水って言葉がかっこいいなと思って、はい、意味が後からついてきた感じですね僕は。今あのオリンピックでクライミングだとかスケボーだとか新しい競技オリンピック種目になってますけど、すする君が考える新しいオリンピック競技、遊戯王カードとかポケモンバトルとか得意な教科何でしたか学生時代。結局英語が、英語が一番得意だったの。おーすごい意外だな。得意な教科で覚えてること、イクイカルの前にあの、はい、アクセントが来るめっちゃファンタスティックとかフィジカルとかイックとイカルの前にアクセントが来るっていうのをすげえ教えられた気がします。なんかあと「イフシュゴカッコンマシュゴウルシュで車いどうしの原型」とかめっちゃ覚えてます。いやそう分かる明治大学もねいろんな学部があるかと思うんですけど、最近なんかいろいろ新しい学部、新しい学部作るとしたら何学部か、何やってるかよく分かんない学部とかあるじゃないですか。情報コミュニケーション学部、なかなかよく分かるんですよ。環境なんとか学部、ドイツ英語とかないですか。どういうこと。日本人向けの英語じゃなくて、なんかドイツ人が喋ってる英語をしてますよ。ないですね。ピンポイントすぎますね。マジで。どういうこと。今まで買った買い物の中で一番高いもの。うわあ、一番高い買い物。はい、引っ越しはリアに50万ぐらいかかった。ああ、まあですよね。ギャンブルで一番一日で負けた額。俺その最高負け額をした日に俺今日あのパチスロ行くってことやめようと思ったんですけど、設定4以上確定の北斗転生で僕9万ぐらい負けたんですよ。それでなんかもう心が折れましたね。今からギャンブルするなら何やります。競馬競艇とかやったことないんですよ。ああなるほどね、そういうレース系一回はやってみたいなってすげえ思います。ああなるほど。本場のカジノとか普通に面白そうじゃないですか。すする君の好きな名言、俺そのよく使ってるというか、はい、原点にして頂点っていう、おすごいいい言葉じゃないですか。あなるほど、はい、昔からあるなるほど、ラーメン屋さんは原点ですよね、いわゆる、はいはいはい、にして頂点っていうのがやっぱ一番かっこいいなっていう。あ結局そうです、ね、先人のものを後の人が超えられないっていう。ああそうですね。すする君の好きなポケモン、はい、電気タイプのポケモンが結構好きで、そうなんですね。あの電流とライボルトとか僕は知ってますか。知らない。すする君ゲーセン好きですけど、はい、ゲーセンのこだわり、こういうゲーセンあったら通うねみたいな。涼しいゲーセンが自分がやるゲームの真後ろとかに、はい、あの電気があるともうめっちゃ映り込むんですよ画面に。なるほどなるほど。暗いゲーセンの方が好きかもしれないです。ああ、すする君の好きな女の子の髪型、何やってれば結構何でもいいんですけど、はいはい、逆に、はい、めっちゃ黒い髪みたいな、はい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 、脳がちょっとあんまり好きじゃないかもしれないです僕、最近思うんですけど、はい、黒髪イコール、はいはい、あの清楚系みたいなイメージありますけど、はいはい、なんか、はい、嘘だろうみたいなところがあるというか。なるほど、まあ
すぎるとちょっと逆に危ないぞみたいな。わかりました。80問お終わりました。マジか、そんなにやったっすね。もう実はそうなんですよね、もう俺すする君のことはもうほとんど知ってますよ確かに。すする君が、はい、行ってみたい都市、単純なんかリゾートとか行きたいんですよ。バリとか俺行きたいですよ普通にああなるほど、なんか何もしないダラダラした時間をやりたいですね。エアわさび寿司、もう意外とそれおーいや結構こうなりません？最初なんかそうですよね鼻に抜けましたねなんかわさびってあれらしいっすよ、はい、コーラを一ガブ飲みすると、はい、治るらしいっすよ。へぇ、すずる君にとってまるまる半端ないってっていうのなんかありますか？めっちゃありますよ。ほら早朝の西武線半端ないって混雑具合ほんと地獄ですよ。10時ぐらいまでか、10時ぐらいまでも結構混んでるんですか？半端ない混んでますよ。すする君の好きな早口言葉、はい、東京特許許可局。おー言えた言えた、よく言えたサッカーで、はい、ゴールパフォーマンスするならオーソドックスにあの、はい、膝でザーってあースライディングしてなんか想像してみたらめっちゃ面白い。確かにすするがやってんのそしたらやばいっすね切れてもらっていいですか？何静かに闘志を燃やすみたいな、無視なんで俺基本。ああなるほどね、そっちの方が怖いっていう説も、まあ、それもありますね。ありますね。ワーって切れたやつ俺面白くて笑っちゃうんですよ。すする君が犯人です、バレちゃうしょうがねえ、はい、お前はまさかベリ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 、そうだ俺が〇〇だ、えお前が犯人だな、ついに見つけたぞ。そうだよ俺が犯人だよ、まさかベリ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 、あ、もう一枚あった、ベリ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 、いや2枚あったんかい。すずる君の好きなスイーツ、最近ハマってるのはあのクリスピークリームドーナツ。おおめちゃくちゃうまいっすね。おいいっすね。冷凍しててちょっとだけチンするんですよ。柔らかいね、はい、ふわふわ、それがもちもちな感じになるんですよ冷凍すると。まずあの焼きメロンパンとかね、ハマってましたね昔。すずる君、はい、あなたにとって、はい、プロフェッショナルとは？プロフェッショナルやっぱそのどんな時でも同じというか、うん、あのクオリティがブレない人がすごいなと思うんですよ。例えばパッて振られてあああってなっちゃうと、はいはいはい、やっぱなんかあれじゃないですか、はいはい、パッて振られたらすぐスパーンとこう、はいはい、求められてる答えを出せる人。なるほど、僕らは一時に続いてるね。これ相田みつおっぽいことを言ってください。ダメ、すすって太ってもいいじゃないすするだもの好きな、はい、昔話。そういう話か忘れたんですけど、はい、お坊さんが、はい、なんかすげえちっちゃい鬼みたいなやつに、はい、ちょっと悩まされてるみたいな話があってで、あの自分の師匠の、はい、お坊さんに相談したら、はいはい、まあなんか餅に巻いて食えばいいよみたいなことを言ってきて、その場で鬼をなんか焼いた餅にくるんで食うっていう話がすげえ印象に残ってます。なんだその話。食い方もなんかすげえ変な感じなんですよ。相手食うみたいな感じで食うんですよ、バクバク食ってっていう話です。オリジナルの昔話のタイトルを考えてください。どんぶり女房ありそうありそうっすよね。丼を担いでお嫁に来たなんかあるんすかねサラリーマン川柳作ってください。外回り、うん、気合い入れると、うん、空回り、どうでしょう。おいおいっすね。すする君の中で、はい、一番小さい声出してください。ありがとうございます。一応どうもすするですって言ってましたお姉系になって一言お願いします。さんやくん、いや長いね、うがすぐ出ましたね。エロそうでエロくない一言。大根後輩をいじる一言といえば、あれいたなみたいな、いるいるいるみたいな。なるほど、ちょっと俺の代わりにラーメン食ってきてくれる。
おお、これ行きます。これしか使えないです。いえ、それもう鈴さんじゃないとダメでしょう。なりますね、後輩だったらね。いよいよ佳境に。竹中のモノマネしてみてください。おばんでやんす。どうでしょう。何ですか。もうちょっとキーが高いんじゃないかな。なんかヤバくなってますね。次は99ですよ、はい、竹中にダメ出ししてみてください、はい、ダメ出し。正直そのここをこうした方がいいんじゃないのっていうのはめちゃくちゃあるんですけど、僕だから竹中さんのキャラというか、動画楽しみにしてる人もいるんで、はいはいはい、そういう人たちが、いやちょっとこれ今までの竹中じゃないわみたいな風になると嫌だなっていう感じで僕は言ってないんですけど、あえて言うとしたらアングルですかね。おお、もっとこう離れて撮ればいいのになってすげえ思います。ああ、なるほどね。顔が近すぎるとやっぱちょっとうってなるんじゃないかなってすげえ思う。なるほどですよね。気をつけます。いやいや、全然いいですよ。じゃあ最後、竹中のギャグで一番好きなのは何ですか。すするの爪切りかいじるし。初期の初期、あれなんかすげえ記憶残ってるんですよ。ずっとたった大喜利のもうほんと初期の初期ですね。ありがとうございます。というわけでね、100問質問やりましたけれども、この動画アップしないですけど大丈夫ですか。なんでですか。なんでですか。ホームビデオみたいな。協力ありがとうございました。ありがとうございました。